だん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 こちらの巨大な門をくくり抜けるとね、赤の広場につながりますので行きましょう。来てよかった。美しい。ここで私が目にしたものはじゃーん、近くまで行ってからアウトカメラにしてお見せします。はい、どうもマリヒカチャンネルにようこそ。ロシアモスクワに13年住んでいてバレエをしている私が作るこのチャンネル、ロシアとバレエに興味のある人はぜひチャンネル登録しておいてくださいということで、今回はロシアモスクワの赤の広場の中から動画をお届けしたいと思います。この時期ですね、12月末から1月半ばぐらいまでは赤の広場にスケートリンクがオープンして、そしてミニ遊園地がオープンして、ロシア人が年末年始気分で大はしゃぎなので、その様子をこの動画でお届けしたいと思います。お気づきの方いらっしゃるでしょうか。はい、この動画は1月7日に上げたイルミネーションの動画の続きとなっています。長すぎたので入らなかったので2つに分けました。はい、お楽しみください。行ってみよう。でこちらのね、ド派手にライトアップされた建物がグム百貨店です。でグム百貨店の隣はこのグムカトークといってね、スケートリンクがありますね。こちらの方上がって見ていきたいと思います。このね、ロシア人の華麗なスケート技術見てください。これ普通一般人でしょ。めちゃくちゃ上手いんですけど。この人はやばい。レベチだ、レベチがやってきた。すげえな、この人絶対プロじゃん。いいな、これだけ滑れたらすごいな。増えてきましたね。ロシア人にとってスケートは国民的スポーツなんですね。いや、スケート強いはずだわ。だって一般の人がこれだけ滑れるんだよ。私はスケートしません。というのも今はほぼ毎日のようにバレエの公演があって、もしスケートして足くじいたり捻挫したりしたら何言われるかわからないですし、足は私にとってとても大切なものなので、ただでさえこの雪道を歩くのでもね、滑ってかなり怖いんですしね。なので私はスケート撮影するだけです。Ребята, я не катаюсь, да, но не напишите комментарий, что почему не катается, потому что меня сейчас каждый день спектакли, и мне нужно набить ногу. А если я подверну ногу, то тогда это ужасно, меня ругают. А я сейчас отвечаю на свою работу, на свою профессию, и я танцую балет, поэтому каток – это следующий раз, не сейчас. Потому что я только снимаю, я сразу дойду.Смотрите, русский умеет кататься очень хорошо. О, ха-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 ха, это
滑って。本当ロシア人の皆様スケート上手で素晴らしいです。スケートはロシアの国民的スポーツや。はい、ではあっちの遊園地の方にも行ってみたいと思います。行ってみよう。赤の広場のね後ろの方、このミニ遊園地みたいなところに来ました。こっちもすごいよね。中に入りたいと思います。すごい、回ってる回ってる。そしてこちらメリーゴーランドも回ってる回ってる。回る回る回れ回れ。じゃあ続いて奥の方に行ってみましょう。こちらね奥に来ました。これ去年も言ってたけどすごいな。夜の遊園地や。すごいね。さすが夜の時間なのでちょっと大きな子供たちが多いです。これ毎年思うけどすごいよね。これ勇者です、勇者です。ここできる人バカだわバカだわ。ロシアのスニゴルシカとソリー、こうやって撮ってるだけでも寒いのにすごいです。やっぱね時間がねちょっと遅かったからか、大きな子供たちが多かったですね。開封開封。はい、ということでいかがでしたでしょうか。モスクワ楽しそう、私もあのアトラクションに乗ってみたいと思った方、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、パカパカ。チャンネル登録よろしくね。